はい、梅雨で汗ダクダクムシムシでやばい。さあ今日は独断と偏見で、そう、あのね、好きな技を、でも意外と聞かれることの多いフロント系のやり方をね、ハウトゥーしていこうかなと思います。結構なんかたまにドリームトリックって言われるぐらいやりたい人多いらしいと。で、まあフロント系スタンスはテールはオーリーと一緒なんだけど、前足が、普段のオーリーはこういう、こんな感じかな、俺。こんな感じなんだけど、フロント系の時ね、少しだけつま先を出すんだよね。こんな感じ。アプローチは、平行、できるだけ平行、ちょい斜めぐらいかな、俺。少し、もうこれで言ったらこのぐらいの斜め。で、飛ぶのも近め。遠めじゃなく、結構近め。こんぐらいかな。こんぐらいで入ってるな。これでもちょっと遠いのかもなってぐらい、結構自分の中で近め。はめ方はまあオーリーして、オーリーしてウィル、このウィル、こっちのカーブ側にあるつま先側のウィルをこの角のちょい上に乗せるぐらい、こんぐらいで、足をこうズリズリズリってこうなるわけじゃん。この時にノーズグラインドから K とかってイメージじゃなく、こういう風にはめんだよね、入る瞬間。こんなで、この瞬間に俺踏むんだ。グイ、結構踏むね。踏まないとね、持ってかれる。で、踏んでいる時の足の力入れてる場所は親指、足の親指、ここをグーって踏んでる。こんな感じかな、バッグーって。で、するとこっちのあの乗ってるトラック、ウィルの部分とブッシュがこう潰れてグイってなるから、で、グギュ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 。で、これ親指で押さないと結構ね、こっちだとね詰まっちゃったりするんだよね。なんでこういう感じ。で、その時に目線はこの辺だね。俺は先なんて見る余裕はない。結構足元ぐらいを見て、で降りる時はかかとでこうやっちゃうと、かかと側にしちゃうとズリってなっちゃうから、この踏んでる親指をグッて最後踏んであげんだよね。こうやってイメージ。この降りる時もそう、こうカーブエンドがある時はこの親指をこっちにずらした、こういう感じだし、途中で降りる時はこいつをクイッてこうグッて押してあげると板がこう縦っぽくなるから、その瞬間に降りるようにしてます。
まあ、教えてって言われた時にやるとだいたいみんなこうやって奥に入ることなんだよね。は俺の予想ね、こうちょっと遠くから入りすぎて差し込んじゃってる人でこうなるイメージだから、俺できるだけ近くで、まあほんとこのコーピングにウィールが乗るぐらいな気持ちで乗る瞬間に踏んであげるとグイッて引っかかるかな。あとはね、ないね特に。あとミスるとフロントノーズになる。だいたいこうかかりミスして、うん、でこの時に気をつけた方がいいのはかかとを踏まないこと。だからフロント系の時もかかとは別に踏まないから、つま先に踏んでるから、こうなってもつま先踏んどけばとりあえず流れてくれる。でもこれかかと踏むと、そう、引っかかってぶっ飛ばされる時がかな。ほんとね、こんぐらいの距離で、そう、こんぐらいでちょっとこうつま先出して、で、やってるんだよね。あとこの時に腰があんま折れないようにはしてるな。こう自分はちゃんと上に飛んで上から乗ってあげる。へっぴり腰にならない。そうあとなんだろうな、意外とこうバック系の時ってさ、ちょっと一歩前じゃん、かけんの。フロント系は結構目の前イメージで、一歩前にかけると滑るんだけど、滑りすぎちゃう時が多くて、そう、たまにね、あの遠赤がちょっと滑んない時とかは押し出すけど、基本滑、まあワックスとか塗って滑るんだったら基本結構目の前にここからやってるかな。一発でできっかな。まあできなかったけど、こんな感じで今ね、できなかった理由はね、体が中に入ったからだね。乗った時も、まあ、体結構平行気味にこういう感じになった方が結構ベストかな。 あと、そう、大事な点はあんま前足がこう伸びると体を落とされるから、結構前足こう踏む感じにすると引っかかってくれてロックされるから調子いいかな。あとは分かりません。フロント系うまい人はそこら中にいっぱいいるから、あれで、あれがあれであんな感じなんだけど、一応ね、その俺流なはめ方、こういうのあんま好きじゃないから、そう、結構手前のこのやっぱここ削る、これ削りたいよね、これで、ここね、このライン最高でしょ。マジでなんでフロント系なんてハウトしてんだろうね。まあそんな感じでやったらできると自分を信じてやってみてください。